お疲れ様です。ラフチャンネルになります。今ねレオパに餌をあげてたんですよ。レオパに。そしたらねこいつがね餌欲しくてここからね飛び出てきてですね、ほったらかしてたら僕の足の上を登ってき始めて、そんなに欲しい？すごいな。登ってきましたよ、下から。ちょっともう一回下に下ろしたらまた登ってくるのがやばいよね。はい、ダメダメ、降りるよ。ちょっとなんでもこいつすごいな、恐ろしいよ。食に対する欲が恐ろしい。ちゃんと他の子はこの子はバクマッちゃんか。バクマッちゃんも赤マッちゃんもね待ってるのに、ちゃんとちょっとそわそわしてるけど、この子、あ、また来た、また来た。何？いやいやいや、ま、ちょっとは待ててよお前。あー落ちちゃった、落ちた、危ない危ない危ない。そう、落ちたのも追っかけるぐらいこいつ食欲がすごいんですよ。すごいなトゲマツお前。登るのが得意なのは知ってたけどさ、そんな俺の足の上まで登って食べる、すごいね。俺はまっすぐ立っても、あやばい、木登りトカゲ状態じゃん。お、降りるか自分で。どうなってんの、後ろじゃ見え、あたたたた、落ちた落ちた、あたたた、つるつる、背中つる、あー落ちた、スリッパ長いった。すげえなこいつ。あー落ちた、後ろにいるからね上げづらいんですよ。落ちたって、これ下いっぱい落ちた、下下下。お前ね、落としてんだよ、トゲマツ。さっきから。これですよ。これですよ、これ。落とす。もう一回下下ろしたろ。そこまでして、お前食いたいか、俺下にいっぱい落ちてる。ほら、あれやろ、この辺。トゲマツ。あ、ほんほん。ほんほん。ほんほん。びっくりするな、こんなん動画撮る予定なかったら。おい、おい、トゲマンちゃん、お前はほんと食欲やばいね。おいおいおい、食べない。すごいっすね。ほんとはね今この子たちにね餌をあげてたんですよ。この子たちに、うわこいつもまた来やがった。なんやねんお前、落としてね、ほんで落とすねお前。こいつすげえな。おいちゃんと取って、よく見てこれ、よう登ってくるよね人の足の上まで。頭いいのかな普通ね。まあ確かに他の生き物に餌あげてるコオロギの存在があるっていうことぐらいは気づくかもしれないですけど、それをわざわざさ、少しでもその餌を与えている飼い主のピンセットの位置に近いところまで自分で登ってこようって思う太顎ってどんだけいいんだろう。あんまいない気がするんだよね。そこまでするかこいつ。皆さんのところの双子はそこまでしますかね。わざわざ登ってます。もう木登りトカゲ状態ですよ。木登りトカゲ状態、トゲマッチャ。ほら、もうお腹いっぱい？お腹いっぱいなのになんで登ったんやね。ほら、ほら、トゲマッチャ、トゲマッチャ。こいつ、何がしたかったんや。はい、ということでね。
全然動画回すつもりはなかったんですけど、急遽ねトゲマッチョが、でお前人の体の上には乗るくせに触るとしたら嫌がるのにどういうこと、はい、急遽ね、トゲマッチョが、汚いねちょっとあんたね、脱皮前から結局トゲマッチョがね急にケージから飛び出してきたかと思ったら、まさか餌やってるね飼い主の足を登り詰めて少しでも早くね餌をもらおうとね、飼い主の持ってるピンセットの位置の近くにまで、ね、やってきたというね面白い行動が見れたので動画に撮ってみました。双子はねやっぱ爪が鋭いからね、普段はね、こんな感じでこのね、流木の上に登ってます。バランス取ってもらった、あ落ちた、久々にね双子ちゃんの動画でした。次に出すか、はい、バクマッチャも元気にしてます。赤マッチャも赤マッチャ体が半分脱皮前だ、赤マッチャもね元気にしております。はい、ということでねまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。